皆さんこんにちは。こんにちは。はい、ボーカルパフォーマンスユニット桜組の出番がやってまいりました。桜組はですね、ここ大口町で生まれ、そして大口町で練習をし、大口町を中心に活動しているボーカルパフォーマンスグループです。何を歌っているのかと言いますと、ジェイポップスなんですが、皆さんもよくご存知の、あ、聞いたら、あ、この曲知ってるわっていうようなのを、桜組独自のアレンジでコーラスをつけまして、そして曲によっては振りがついたりだとか、ダンスがあったりだとか、それからフォーメーションがちょっと変わったりだとかっていうことがやられています。で、そのメンバー一人一人の歌の心だとか、こうアピールがですね、きちんと届くように、組長の支部が頑張って皆、メンバーのみんなに一人一本のマイクを準備しました。失礼ながらここら辺のイベントで18人がね、こうして一人一本のマイクを持って歌うということはそうそうないと思います。はい、こんなありないですよね。こんな経験がしたい方はぜひ桜組に入会とか入組なんていうのこれ入っていただきたいなと思います。土曜日、各週の土曜日、午前10時から12時まで、この、大口健康文化センター青梅プラザの1階多目的室で練習しております。もしよろしければ覗いてください。では桜組の歌を聴いてください。
レッシブなことを今回はさせていただいたんですけど、今日は2曲、まあ、聴いていただくんですけどね、次は皆さんご存知の、まあ、今の曲もね、有名なおぼろ月夜という唱歌をアレンジしたものなんですけど、次は皆さん大好きな聖子ちゃんでいきたいと思います。1年に1回の大きなライブを、
犬山市なんですが、犬山市の南部公民館というところで行います。3月21日何曜日だったかな、でも祝日ですので、皆さんよろしかったら足を運んでいただきたいと思います。どうもありがとうございました。